皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんは PSVR で遊んだことはありますか？私は PSVR を持っていますが、バイオ7をほんの少しプレイして酔って、それ以降やった覚えがありません。そんな PSVR ですが、10月13日で5周年を迎えたそうです。ということで、今回のゲームニュースは PSVR 5周年、 PS プラス加入者向けに11月から3本の VR タイトルが無料配信へ。世界で最もプレイされた VR 作品のトップ5も公開。以下の内容は全ファミニコゲーマーより引用しています。ソニーインタラクティブエンタテインメントは10月13日、プレイステーション、VR 以下、PS、VR が5周年を迎えたことを記念し、プレイステーションブログにて特集記事を公開した。また、同社の運営する定額制サービスのプレイステーション、プラス、以下、PS、プラス加入者には、11月から3本の PS、VR タイトルを無料で配信すると発表した。こちらの詳細は数週間後の PS プラスアップデート情報で公開されるとのことだ。プレイステーションブログの同記事内では、世界で最もプレイされた PSVR ゲームとしてビートセイバーやバイオハザード7、レジデント、イーブルほか3作品が紹介された。また日本で人気の PSVR ゲームとしてグランツーリスモ、スポートなどが挙げられている。加えてカプコンの川田雅親氏、チーム遊びのニコラ・デセ氏をはじめとする開発者へのインタビューも掲載。 PSVR の思い出や可能性、そして開発の際の教訓といった内容に触れられている。合わせてソニーインタラクティブエンタテインメントの企業としての取り組みを伝える SIE ブログにおいても、 PSVR に関した取り組みを紹介する記事が公開中。こちらのブログの中では、 PSVR を活用したワークショップやライブ配信といったコンテンツが紹介された上で、 PS5 向け次世代 VR システムの一環として新しい VR コントローラーなどの技術研究にも取り組んでいると表明されている。それではここでネットの反応を見てみましょう。そろそろ PSVR の新玉公式発表してほしい。まあでも PS5 とセットで売られても転売されるんだろうな。 PSVR も5周年か。あれはあれでいいハードだったと思うんだけど、コントローラーがな。ぶっちゃけスカイリム VR ってどうなんだろ。そこそこ負担のかかる VR と長時間やれる RPG、 しかもオープンワールドの相性。 PSVR が5周年か。一度だけ抽選に並んで番号一つ違いで外れたけど、もしあの時買えてても大して活用できてなかったなぁと思う今日この頃。でもいずれは体験したい VR。 VR のバイオはマジでシャレにならんのよ。 PSVR5 周年おめでとうございます。5周年を記念して無料で3本 PS プラス向けに提供されるというので、ラインナップに期待です。PSVR もう5年なのか。発売日に買ったもののほぼ使わなかったが、コンテンツ不足もあるけど、やっぱ解像度が低すぎるんよね。5周年おめでとうございます。ロンチの時初めて VR をいろんなゲームで味わった衝撃や、バイオハザード7、アストロボット、レスキュー、ミッション、ガイアン・マークス、リベンジミッション等名作に出会えたのは素晴らしい体験でした。次世代 VR にも期待しつつ、今後の現行タイトルも楽しみにしています。11月から PSVR ソフト3本をプスパルス加入者にフリップ提供。これは11月だけ行われて3本が無期限とかで無償配信され続けるって意味なのか。毎月のフリップに必ず
3本ずつ PSVR ソフトが採用され続けるって意味なのか。どちらにせよ、この1年以上 PSVR ソフトでめぼしいのがなかったので、久々に引っ張り出して遊べそう。5年経ったのか。初めて被った時の感動はすごかったなぁ。正直最初はそんなでもないだろうとか思ってたんだけど、全然違った。アクション性が強いやつは今だよ言っちゃってダメだけど、リズムとシューティングの楽しさが段違い。キャンセル待ち3時間並んでプレイしたいい思い出。 PSVR 5周年か、おめでとう。アストロボットがどうしてもやりたくて購入したんだよね。一番最初にトリコをやり、目の前にいる感覚にビビりながらも感動した。稼働率は低めだけど、購入してよかったと思ってる。今後の発展にも期待。11月に3本プラスで無料配布来たるらしい。持ってそうだけど笑い。 PSVR を初体験した時は本当に未来を感じたなぁ。新型が楽しみだ。私も東京ゲームショウで VR 体験しましたが、未来のゲーム体験にワクワクしたのを思い出します。新しい PSVR も開発されているようですし、そちらも楽しみですね。 PSVR 発売当初、朝から家電量販店に並ぶ日々が半年続いた。あの苦しみは忘れられません。結局ヨドバシドットコムに急遽入荷したのをポチったオチでした。現在 PS5 は1年経っても手に入る気がしません。 PSVR 5年も経つのか。発売直後くらいの頃、当時は買う気あんまりなかったんだけど、電気屋で体験やってるの見つけてサメにビビり散らかして、これすげえ買うってその場で買ったんだよな。懐かしい。以上がネットの反応でした。 PSVR が発表された当時は、私も PS でどんなゲームを体験できるのかワクワクしていました。実際は買ってみるとやりたいソフトが少なく、 VR 自体の重さで首が痛くなり、プレイするのは数十分が限界で、正直いい思い出はありません。笑い。なので次世代 PSVR が出るのなら、多数のローンチタイトル、 VR の軽量化に個人的には期待しています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。